再現度マジ高いんで、ぜひ乗っていただきたい。ルートがそれちゃうところもしっかりと再現されております。いや、これはやばくない？このジュラシック、これはやばいわ。今回はね、このジュラシックパークザライド乗っていきたいと思います。さあ行きましょう。基本ソロプレイで行きます。ほぼ全自動アトラクションということでね、ここでこうやって行くと、さあ始まりますよ、ジュラシックパーク。さあ、おお、来ましたね。巨大な生物が地上をのしのし歩いていた。のし歩いていた。のしのしって言っちゃったよ。さあ、これブラキオサウルスね。はい、ブラキオサウルス。いや、これね、マジ音いいっすね。ほんまに。で、ここの洞窟もね、しっかり再現されてるんで、ガチで再現度高い。ほんまに。これは、再現度マジ高いんで、ぜひ乗っていただきたい。島のコードは、概要欄にあります。まあ、アロサウルスのようなね、外敵から身を守るんですよ。そうなんです。まあ、こういうね、草食動物たちも、しっかりと生きていたというね。こちらセントラルコントロール、ご安心ください。このね、ルートがそれちゃうところもしっかりと再現されております。いや、ここのね、演出マジでいいですね。ちょっとね、あれ、ドキドキするみたいな。ちょっと怖いみたいな、ね、感じのことがね、結構起こる。これね、ジュラシックパークやったら、ここがガチャ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 揺れてね、この中に肉食恐竜がいるんですけれども。もうね、実際のジュラシックパークのアトラクション、本当にね、微妙です。なんかね、恐竜は古いんですよ。めちゃくちゃ。ツアーボートがコースを外れている。そう。見てください、これ。見えますかね、みんな。これ。これ、こうやって。ほら。見えますかね。これね、こっからどん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 、ベン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 つって上がっていくんですよ。こちら、アニマルコントロール、緊急事態。発電所が壊れた。これ、来てますね。完全に。これはね、来てますよ、皆さん。これ、何がすごいってね。この後。この後よ。この後がすごいんですよ。ほら、こうやってね、来るでしょ？そうするとね、ここにね、ここにね、来るんですよ。ティラノサウルスが、こっから落ちるんですよ。こうやって。うわ、うわー！うわ、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 うわー！やばい。やばっ！マジか。うわぁ。いや、こんな、機能まであったん。いや、これはやばくない？わ、このジュラシックパーク、これはやばいわ。こんなことある？このアトラクション。やばくない？いや、マジか。うわ、こんなんなると思ってなかったわ。はい、てな感じでね、今日はジュラシックパーク、プレイしていったんですけど、いかがでしたでしょうか？本当にね、再現率高くて、最後水バーンって被るシーンとかも皆さん、よくあると思うんですけれども、本当にね、こんな感じで濡れてしまうぐらい、楽しい、クリエイティブなので、ぜひとも、コード概要欄にあるんでね、入力して、ぜひ一緒に濡れましょう。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ボドカでした。